じゃあこんにちは。まあなんだよこれ。なんだこれ。なんかいい話かよ。いやいい話というか、まあ今トレードずっと賑わってますけど、実は今極秘で、まあ乗ってる時代で極秘かどうかわからないんですけど、巨人の小林捕手をパリーグの何球団かが欲しがっていると。まあそうだろうな。まあ例えば欲しいのはさ、はい、まあ楽天。出てました。日本ハム、はい、出てます。あとどこだろうな、まあ、ロッテも欲しいかもわかんないね。あとオリックスも欲しがってるっていう。いやオリックスはね、はい、やっぱ伏見とか頓宮とかいるから、うん、あれを成長させようと思ったら小林は多分いらないと思う。あ、そうなんですね、うん、でまあソフトバンクもいらないでしょ、はい、だからおそらくに本当に欲しがってるのは日本ハム、楽天、ロッテ、この3球団、この3球団かなっていうふうには思うけどね。で記事で出てるのはやっぱりその小林選手はパリーグが欲しがってるのが指名打者がいるから、うん、まずその打率を考えずに守備だけ見てもやっぱり小林選手が欲しいと、うん、まあ守備からしたら、はい、まあ例えば日本ハム、楽天、ロッテだったらまあレギュラーでは使えるよね、はい、まあバッティングとかそんなこと考えなかったら、うん、まあそれは使える、使える。でも打たないよりは打った方がいいだろう、そりゃ。そうですね、そうでしょ、そうです。これだけの記事が出てて原監督が反応してないよね。本当に残す選手だったら、うん、いや小林は出さないよって、はい、じゃないと小林もさ目いるじゃない。いやそうですよね。でも小林個人には言ってる可能性はあるよ。あ、いやああいう記事はね先行で出てるけども、うん、お前はトレードはないよって、うん、だからここでしっかり頑張れって言ってるのかもわからないし、はい、まあメディアに向かって言わないっていうことは、うん、トレードっていうことも考えられるっていうことなんだけど、はい、俺は基本的には出さないと思う。何パーセントの確率で出さないですか。その 95% 出さない。そうなんですね、うん、よっぽどいい話があると別だよ。じゃあですよ、例えば小林選手を出すとなった、例えば楽天とこう話が決まりそうだとなった場合は、巨人の原監督だったりとかは楽天から誰が欲しいですか。ピッチャーだとしたら、はい、藤平、横浜高校、はい、ドラフト1位でね、うん、今年5年目のシーズン迎えるのかな、はい、まあ2年間勝ち星に遠ざかってるんだよ、うん、でも物は素晴らしくいい、うん、だけどちょっと成長しきれてないところはあるんだよね、はい、でまだ若いし、それかもう即戦力でいくと銀次とか。おお、結構ベテランですよね。まあベテランだけど、はい、亀井がやっぱちょっと怪我がちになってきてるという、はい、でまあそういうことを考えると右は中島だとか代打がいるんだよね、はい、で左を考えた時にやっぱこう亀井がいなくなったら誰かなって言ったら、やっぱ銀次ぐらい置いとけばすごく心強いよね、はい、うん、だからまあこの2人が候補に上がってくるのかなっていうふうには思うけどね。うん、楽天だったら、楽天だったら、うん、日本ハムだとどういった選手、うん、いないんだよなかなか小林に釣り合うのはあ、やっぱりさキャッチャーってそれなりに重要なポジションだから、 そうですね、そこをまあ言えば、うん、巨人のレギュラー張ってたわけじゃない小林って、はい、そこを上げるってなるとそれ相応の見返りをもらうよっていうような、 そうですそういうことでしょ。だからまあ例えば若手だったら浅間、うん、これも横浜高校なんだけどさ、はい、浅間とか太田大志を戻してくれとか、おお、それはちょっと見てみたいですけどね。可能性としたらそのぐらいのクラスだよ。でも太田大志選手戻ってきたとして、まあ、外野ですけど、うん、いや太田大志は、はい、おそらくファーストもできると思う。あ、そっか、うん、あだからそ、うん、いいんですね。いいんだよ。まあ極端なこと言えばそのぐらいの見返りは欲しいよね。そうですよね、うん、ロッテだとどうです。ロッテだと、はい、岩下ピッチャー、はい、まあロッテでは去年6番手として6番手のローテーションとして、まあ、頑張った選手なんだけど、はい、こういうピッチャーが欲しいよね。でもなかなか沢村抜けてピッチャー出しにくいんだよロッテもね。そうですよね、うん、で野手だったら高め絶対出さないと思うから、はい、まあ、いや絶対ないですか。やっぱねこう一郎二世って言われてる人間だけに、はい、いやバッティング見たらやっぱ素晴らしいし、はい、なかなかそこら辺はうまくいかないと思うけどな。そう
やっぱりそれぐらい小林選手っていうのは本来やっぱりそうですよね、巨人のキャッチャーとして貴重な選手、ね、いや貴重だよ、そう、だから俺は出さないと思う、ね、そうですよね、ただほら、うん、第3第4のキャッチャーとかもまあいるじゃないですか、うん、巨人には。例えば岸田捕手であったりとか、ね、あとあのキャンプの時には石川選手にもマスクをね、ちょっとかぶせる。まあ、石川はもう本当に究極誰もいなくなった時、もうまさに緊急事態の時ってことですね。まあ、木村拓哉というのがね、はい、まあ、そういうのを担ってたけど、はい、まあ、そういうポジションだよ、うん、だから2つのポジションでまた緊急に石川がいるっていう風になってくると、はい、彼にとってもチャンスじゃない、はい、まあ、一軍のベンチにいられる、うん、だからそういうので枠を広げてると思うんだよね。そうですね、うん、あとまあ炭谷捕手もあのね、俺思うんだけどさ、小林は生え抜きでしょ、はい、やっぱね巨人の血は流れてるんだよ、うん、伝統的なものっていうのは、うん、それは遅刻もするよ、事故も起こしたけど、はい、でもそんなのは関係なく、うん、やっぱ巨人としてやっぱ上昇で勝たなきゃいけないっていう、うん、そういうものはもう背負ってずっとユニフォーム着てると思うんだよ、はい、その血を簡単に俺キャッチャーのポジションとして出すっていうのは俺は考えられないんだよね。あれ、これまでってこう例えばシーズン途中であったりとか、例えばその開幕前とかでキャッチャーのトレードって他の球団とかってありましたか？まあ FA とかで FA、はい、まあ、動いたりとかするけど、はい、まあ、そんなにないよね、まあ、鷹匠出したりだとか、はい、いろいろそういうのはあったけど、うん、レギュラーを張ってて完全に大城って決まってるわけじゃないじゃない、去年怪我があったから大城で行ったけど、うん、だから完全に決まってるわけじゃないじゃない、うん、だからそうなってくるとさ、やっぱ小林出せる、まあ、なかなか出せないですね、出したくないです、ね、いやそれとやっぱりこう生え抜きでずっと菅野と組んでて勝ってきた、うん、はい、そこは俺はね捨てがたいと思うよ。そうですね、だからそんなトレードしなくたって勝てるんだもん、はい、巨人は、うんうん、トレードっていうのはさ、まあ確かに原監督が言ってるよ、あの働き場所を与える、うん、介護下ろしにはしない、うん、だけど必要な選手なんだもん、ベンチに置いてても、はい、君がいないと不安でしょうがないっていう、うん、そこまでは言わないかなそこまでは言わないかも分かんないけど、うん、やっぱ俺らは見てたら2番手に小林がいてくれたりとかすると、はい、いつでも取って代われるなっていうふうに、うん、思うもん。そうですね、それだけやっぱ経験も必要なポジションだしさ、はい、だから2番手だから若手でいいかっていうと、うん、2番手だからこそ経験者を置いておきたいわけよね、はい、だから小林っていうのは俺は必要だと思う。そうですよね。なんでこうやっぱ記事が出るのかなって、まあ、スコアラン例えば記事の中にはいや記事がないからだよ他に他に、まあ、そうか、まあ、今こうなんかこう落ち着いてるじゃない、はい、で何かでやっぱ記事は必要なわけ、まあ、記者さんも書かないといけないですし、もちろんそうですよね、うん、だから記事に書いてるのは例えばあの楽天が欲しいって言ってるのはその田中投手の、うん、女房として小林選手でそのストライクの高い技術を取る高い技術も小林捕手が持ってるからやっぱり欲しいとか、あとはパリーグのスコアラーの人がもうオープン戦見に来てたとかいろんな情報、いやオープン戦は誰でも見に来るんだよ、はい、やっぱりこうあの編成とかね、はい、そういう人たちは球場に足を運んで、はい、あこの選手いいなって、うん、この選手がチャンスないんだったらトレード仕掛けてみようかなっていう目で、うん、ずっと見てるんだよ。でも小林は出てんじゃない、いや品評会じゃないわけ、まあまあそうですよね、そうでしょ、品評会ではないですね、いや大城とどっちを使うかっていう、うん、今試しの時期だからさ、 それとやっぱ楽天は楽天で太田を育てた方がいい、うんうん、これは絶対に、はい、太田っていうのはやっぱレギュラーになれるようなそんなキャッチャーだし、あとやっぱこういいピッチャーを受けさせて絶好のチャンスじゃない、うん、でマー君が気にならなかったらマー君に怒られればいいんだから、それで成長していけばいいですね。そうだよそうだよ、だから城島がどれだけ工藤に怒られてたか、そうやってやっぱり成長、人間って選手って成長していくから、うん、絶好のチャンスが来たと思ってトレードなんかしないし、はい、ないと思う。あとは、まあ、原監督が ねなぜ言わないのかなって、そこだけが若干引っかかるところ、ただ個人的には言ってる可能性はあるよ、裏で本人に、まあ、いろいろ記事は出てるかもわからないけど、うん、トレードなんかする気はないって、だから一生懸命やれって、
っぱ選手のモチベーションの差が、そういう記事でやっぱ俺もね一回ね、はい、あの現役の時に出たことあるのよ。太陽の時ですか。そうそう、太陽の時森監督でね、西武が、はい、工藤とのトレードっていうのがね新聞で出たことがあるんだよ。豊さんと可能性があるって、はい、まあ、確かに水面下で動いてたらしいんだよ。動いてたんですか、実際は。実際の話はね。あ、そうなんですか。そういうことは過去にあったんだよ。豊さんは記事見て知ったんですか。記事見て知った。それは水面下だから俺らにも聞かされないじゃない。そうですよね、うん、で記事見て翌日例えば、うん、とか当日に行きました、例えば監督とか球団のところに。いや、行かないよ。本当ですかって。いや、だから出た時にはもう消滅してたから。豊さんそれは、ね、あれ気にしなくていいからないからなって。水面下だったから。西武から来た話だったらしい。豊さんを欲しいと。まあ欲しいっていうか、なんかトレードしたい。へえー、だそういう話が昔は過去にあったんだよ。でもその記事を見た時に、はい、なんかこう、えみたいな。ちょっと萎えた。やっぱこう、モチベーションとしてはちょっと下がった経験があるから、うん、はい、だからそれは小林にないんだったらないでね、うん、やっぱ伝えておいてあげた方が、はい、やっぱ小林も安心してできるだろうし。そうですね、うん、でもこうやって記事を賑わしてるものっていうのは、うん、はい、ないと思う。ない、うんうん、決まるときは一瞬に決まるから。そうですね。まあ巨人のある関係者に聞いたら、はい、ね、うん、広岡と田口のトレードは一瞬で決まったっていう。そんな一瞬はみたいな。そんなですか。いや、そのぐらい他にも漏らさないようにして一瞬でやったっていう、うん、じゃあこれはもうあれですね、ないですね。こんなに漏れてるということは周りが書きたいように書いてるだけで、まあまあそういうチャンスがあるかもわからないと。まあ欲しがってるっていうのは、うん、確かに小林は欲しがってると思うよ、みんな、うん、ね、巨人の扱いによってはもういらないんじゃないかって、うん、仕掛けてみる価値はあるなっていうふうには思ってるよ、うん、球団は、はい、思ってるところはたくさんあると思う、うん、だけど巨人の方が俺は出さないと思う。そうですね、うんうん、そう、ちょっと信じて今シーズンも、ね、ぜひ巨人ね、うん、頑張ってほしい。やっぱ小林はね、巨人のユニフォームが似合うと思うよ。一番、はあ、他のユニフォームは。でも他のユニフォーム着たりもね、男前だから何でもいい。いや、結構人気が出ると思うけど。打球なんでもね、うん、だけど俺はないと思うな。わかりました、はい、はい。